ねえ、あれ何だと思う？お、羽橋が降りたな。向こうに行きやすくなったぞ。小説に書かれていた通りだ。宝珠は太陽の象徴、盗めば光が消える。そして宝珠を守る兵士が現れる。それってつまり、こういうことだな。先に言え。敵はまだ来るっぽいぞ。力温存しとけ。ことは早く言え。すまん、先に伝えるべきだった。とにかくこれで太陽は手に入った。残りは雨の方だな。確か雨降る地にあるんだったな。もう少し先まで行ってみよう。さてと、再びまみえたな、勇者どもよ。お前はさっきの四天王。確かドーム、ドーマ、四天王ドーマだ。俺たちをここまで飛ばしたのはお前か。それが我の役目、勇者を試練に挑ませることがな。そしてこの地こそ我が本当に守護する場所。雨降る地の宝珠を奪いたくば我を倒していくがいい。ああ、恋してんの。私たち勇者がお前を打ち果たしてやる。それ強敵だな。気合い入れていけ。ヘルソナ、これが私。ジョーカー炎上中。このままだと体力が減っちゃう。よっ、あーレッツショータイム。ジョーカーやっちゃえ。ノアル、ナイス回避。サポートするよ。お任せ。いいぞ、スキルヒット。畳みかけちゃって。体力やばい、注意しろよ。やけどするよ。やけどするよ。火炎効かないし、こいつ強敵だ。慎重逃げ。するよ。ごめんなさい。ノワール退却、手当てを頼む。しばし倒す。影響してる敵がいる。疾風が確熱で追撃だ。アンドロス、
アルセール、バイコーン、ピクシー、ジャックのカホーク、アンドロス、アルセール、バイコーン、ピクシー。この力で、アンガト、来い。この手で行く。ありがとうね。任せた。任せて任せて。やけどするよ。ソフィーの防御力が下がってる。やらに勝てるか。オーケー、援護する。パワー強化炎上中。過去のままだと体力が減っちゃう。招待ピクシー、くらえ。今度こそやったか。もはやこれまで見事だ、勇者どもよ。だが我は四天王の中でも最弱。いや、それ自分で言うんかい。残りの四天王が必ずやお前たちを倒すだろう。マジ何だったんだあいつ。とにかくこれで先に進めるわ。宝珠を取りに行きましょう。おだな。ちょっと待って。ふむふむ。交代だ。はい。やっ。はっ。はっ。ねえねえ、宝箱があるよ。中身は何かしら。ちょっと。やっ。よっ。これは雨というやつか。急に降り出してきたね。もしかしてここが雨降る地のようだな。宝珠は近くにありそうだ。習得。早くの勝利ってやつだな。よし、どんどん行こう。うわ、なんだあれ。怪しすぎんだろ。あそこに置いてあんのか。罠かもしれないが、行くしかないな。警戒は怠るなよ。お宝に似た気配。あいつは動く
宝石？ホーマだ！逃げられる前に倒すぞ！暴走の機会を伺ってるぞ！ジョーカー、逃がす！宝石？勝った！強烈に弱いみたいだ！弱点について、本体引きずり出してやる！何だったんだ今の。異世界で稀に姿を見せるレアもののシャドウだ。我が輩たちはホーマと呼んでる。いろいろおいしいやつなんだ。なるほどな。ホーマ覚えた。そいつを見つけたらさっきみたいに倒せばいいのか。ああ、逃げ足が速いから注意しろよ。強そうなのがいるな。わかるぞ。これが私の本気です。行きます。ちょっとも語ってようぜ。遠慮しません。ファンさんの先生離脱、お手当てを頼む。やっ、ダメ、ノワール退却、手当てを頼む。撤退撤退撤退。頼む。わかりました。もう閉まってるぞ。これじゃ入れないね。鍵穴みたいなものも見当たらないし。少し辺りを探索してみましょうか。入れそうな場所があるかもしれないわ。距離ならいける。捕まえた。見て、敵が慌てて。よーやっかしまえ。鮮やかに決まったね。せーそれ。あっという間だな。暇すぎて眠くなる。どんどん進もう。シャドウを見つけた。多分強い。つけておこう。これが私の本気です。あのシャドウ気づいてない。今ならチャンスだよ。逃がしません。おお、チャンスだな。いいぞ。この勢いで潰してしまえ。いい当たりだ。ノワール、その調子。やけどするよ。燃やしてあげる。やけどするよ。こいつってノワール気をつけろ。えい、カルメン、やけどするよ。私にやらせて。うん、次に乗るぞ。オーケー。ここもナイス息だ。ソフィー、まだまだいけるぞ。よっ、やっ、よっ、やっ、いけ。敵の攻撃が来る。みんな、その手。いけるぞ。よっしゃ、最後だ。お相手いただけますか。
よ。やはりここにあった。貴様ら、何をしている？これで太陽と雨が揃ったわね。塔のところまで戻りましょう。てか雨止んでない？おお、マジだ。宝珠取ったからじゃね。そういや俺らここだと勇者ご一行様なんだよな。誰がどの職業とか決めてみね。シャドウはいないみたい。よし、宝珠をはめてみようぜ。おお、やったな。この先に証があるか確かめに行こう。よく来たわね、勇者たち。出た。この人が四天王ってことでいいのかしら。その通り。私はプリンスオブナイトメアが四天王の一人。アンテ、証を手に入れたくばこの私を倒してみなさい。言っておくけど、私をドーマのやつと同じと思わないことね。ドーマって誰だったっけ。さっきも怒ってきたやつ、最初の四天王。いいことを教えてあげる。どうも、あいつは四天王の中でも最弱よ。私はあいつの数倍強い。絶望するがいいわ。あわり、知ってたわ。とにかく倒すしかなさそうね。さあ勝負よ。
任せた。わかりました。来たれ。頑張ってね。ああ、ペルソナ、ペルソナ、これで来い、行くぞ。この力で感謝します。ペルソナ、この手で行く。ありがとう。スラルゲ、そうか、気力少なくなってる。気をつけて、延長してる敵がいる。疾風が確熱でついに来た。アンドラス、ゼニス、ハイピクシー、アルセール、バイコーン、ピクシー、ジャックランターホーク、アンドラス、ベニス、ハイピクシー、アルセール、ハイピクベニス。クラルケ、役に立てるぞ。オーケー、エンソフィー、あんたすごいの出た。ソフィー、その調子。よっ、あっ、よっ。ダンサーが洗脳、ソフィーが戦場を離脱。誰か回復できないか。はい、やっ、お仕置き。敵の防御力が下がった。攻めるチャンスだぞ。いい当たりだ。ノアル、その調子。おっとおっと、これが私の本気です。これが敵の攻撃が来る。みんな備えて。ノアール退却、手当てを頼む。ピクシー、これでアンガト、はっ、行くぞ。この手で行く。ありがとうね。来い、バイコーン、アルセール、ハイピクシー、ベニス、アンドラス、ベニス、アンドラス、はっ、ペルソナサポートするよ。なるげ、もう爆発物の効果うまく使って敵を巻き込んぜ。体力が残り少ない。回復、これだ、それ、これだな、これだ。急いで、ペリソナ、カハク、アンド、ベニス、ハイピクシー、アルセール、バイコーン、この力で、行くぞ。アルセール、ハイピクシー、ベニス、アンドラス、食らえ。ナイス、ジョーカー、弱点にヒット。その調子、撃ち抜く。やっ、いただいていく。格上だし、呪音属性が効かない相手だ。気を引き締めていけ。サルゲ、サポートするよ。敵の攻撃が来る。みんな備えて。後ろ、ジョーカーの忘却状態、ペルソナが封じられてる。一掃する。はっ、こいつ強いぞ。後ろ、氷結で弱点をつくんだ。サルゲが、うまいぞ、ジョーカー、ナイスだ。さすがジョーカー。はっ、うまい。チェッ、撃ち抜く。やっ、クラルゲ、はっ、チェイ、クラルゲ。みんな気力が減ってるな。無理は禁物だぞ。ペルソナー、ベリス、ハイピクシー、ベアンドラ、ダハク、ジャックリクシー、これで。ディフェンスアップ、サポートは任せろ。撃ち抜く、バイコン、アルセール、ハイプ、ベニス、アンドラス、奪え。弱点にヒット、かっこいいじゃん。セイ、
いただいていく。撃ち抜く。強敵だな。気合入れて逃がさない。これで終わらせる。いけるぞ。ショータイムだ。倒れろ。招待アンドラス食らえ。お、すげえな。やるじゃん、さすが。てい、また一つ技を学んでしまった。さすがは勇者。私の負けだ。扉を開けてあげる。せいぜい気をつけていてね。さようなら。私の愛した男。なんか謎設定加わってるし、とにかく証を取りに行くぞ。私ってやつか。おそらくな。だがこれはプリンスオブナイトメア、夏目暗号の小説ね。またあいつの本かよ。なんでこれが証なんだ。これって多分ジェイルのコアだよね。渋谷の時と同じやつ。ああ間違いねえ。キングをキングたらしめてる力の源。どうやら牢獄島とコアはジェイル共通の仕組みらしいな。証はあと2つ。残り2つの牢獄島を探さないとな。フォックス、何かヒントはないかしら。本によれば残りの塔は雨降る地のさらに先にあるようだ。さっきの雨が降ってた場所ね。よし、この調子で集めちまおうぜ。ジェイルってパレスより広いかしら。ヨハンナで走ったら気持ちよさそう。付近にチェックポイント、立て直しを図るのもいいと思うぞ。急に開きやがった。証を持つ者に扉は開かれる。先に進む資格を得たということだろう。なんだあれは。なんか光ってるね。警戒されたな。もうちょっと慎重に動かないと。狙って狙って、チャンスだよ。見て、敵が慌ててる。敵は
余裕すぎ。歯応えない。はい、この調子で進むぞ。やっ。気のせいだったか。気をつけろ、シャドウが近いぞ。やっ！はっ！やっ！この扉開かないね。あれ、なんだろう。シャドウの反応はないな。気力が減っちゃう。見逃して！やっ！手前状態の敵がいるぞ。チャンスだ。ぶっ叩け！チャンス！すごい。遠慮。あと少しだね。一気に倒しちゃおう。チャンス！やっ！終わったのか？さっきないの。お、これまた宝珠だ。今までの流れからするとこれを使えば扉が開くんじゃないかしら。察しがいいな。おそらくこれは三色の宝珠、赤、青、黄色の三つの宝珠を集め封じられた扉を開いていくとある。よし、この宝珠で開く扉がないか探してみよう。待て、その前に敵だ。やっ、遠慮だ。全力比較問題なし。やりましょう。やっちゃう。これが私の本気です。やっ、遠慮しません。これが私の本気です。敵を翻弄できるぞ。どう？よっと、どいて。余裕の相手だ。パパッと片付けろ。はぁ、これってピンチじゃ。大丈夫だ、勝てる。食らいなさい。よっ、遠慮しません。これもまた私。ボランアスバス、逆転にヒット。行きましょう。さっさと武将軍ヒット。終わりが見えたかな。思いっきりやっちゃおう。手前状態の敵がいるぞ。チャンスだ。ぶっただけ。やっ、せい。はい、はい、はぁ、どいて。銃撃が弱点。よっ、レッツハチの層。よっと、あっという間だね。暇すぎて眠くなる。どんどん進もう。気力が足りない。いざという時に困るかも。あー、こりゃ警戒されたな。もうちょっと慎重に動かないと。この宝箱、今は開けられないぞ。警戒されすぎたな。
でもまた同じような扉があるわね。こいつもどうせ宝珠がいるんだろ。その辺探してみようぜ。シャドウがいる。要注意だ。奇襲いけそうだな。どうする？それってチャンスだよね。じゃあショータイムだ。ノアール決めちゃってくれ。あ、ほら新技だよ。楽な戦いだったわ。よし、さあこのままやっちゃおう。鮮やかに決まったね。お願いします。余裕の勝利ってやつか。しゃあこの調子で行こうぜ。やった、ゲット。つけておこう。よしよし、気づいてねえな。仕掛けるか。敵は大慌てだ。やっ、どうだ。このぐらい楽勝だよ。ごきげんよう。トリック合体を行うのです。新たな力が得られるようです。ご覧になりますか？登録するのですね。登録するのですか？現在の状態を上書きしました。ご覧ください。これでよろしいですか？それ以上のペルソナを宿すのは不可能。それ以上のペルソナを宿すのは不可能です。これでよろしいですか？それ以上のペルソナを宿すのは不可能です。登録するのですね。登録するので、現在の状態を上書きしました。ご覧ください。これでよろしいですか？それ以上のペルソナを宿、それ以上のペルソナを宿すのは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 不可能です。合体を行うのですね。新たな力が得られるようです。継承するスキルを。このペルソ生まれ変わりなさい。少々予定と違ってしまいましたね。
継承する隙このペルソナで、では始めましょう。新たな力が得られるようです。継承するこのペルソナで、では始めましょう。ご覧になりますか？ご覧ください。これでよろしいですか？そのペルソナはすでにお持ちのようです。合体を行うのですね。強化をご所望ですね。どの程度力を注ぎ込みますか？では、ご武運を。書くか。気にならない？宝珠だ。頂戴するとしよう。宝珠は渡さんぞ、勇者ども。手に入ったね。これで扉が開くはずよ。戻りましょう。つけておこう。シャドウ、手強そうだよね。うん、開いた。残りは黄色の宝珠かな。この位置、いけるよ。いいよ。
かに減ってきたな。一気にやっちまおうぜ。ちょっと余裕すぎだろ。この調子でゴーだ。あれ、これラッキー的な。にょー、やってしまえ。ナイス追撃だ。ソフィー、まだまだいけるぞ。はぁ、邪魔状態の敵がいるぞ。チャンスだ。持っただけ。決まった。すげえ、華麗だな。役に立ったか。や、敵減ってきた。もう少しだよ。ないぞ、パワー。これで全ての門が開いたはずだ。あとは牢獄島を目指すのみ。よし、一気に突入するぞ。やば、強そうなシャドウがいる。魔物は消えたな。それじゃ行きましょうか。シャドウはいないみたい。怪盗は宝箱を見逃す。これはいいものだ。あれは何？調べてみましょう。
到着。こっちも閉まってるけど、ハッキングで開きそうだ。準備はいいか？守りは頼んだ。よし、やるぞ。ちゃんと守ってくれよ。よし、仕掛けるぞ。みんな、守ってくれない？みんなで行くぞ。悪く思うな。ほっ。勇者ども。四天王ね。見た目普通の兄ちゃんなんだよな。俺様はプリンスオブナイトメアが四天王の一人、クーガ。ドーマとアンテを倒すとはお前ら少しはやるみてえじゃねえか。だが俺様をヤツらと同じだと思わねえことだ。なんかさっきのヤツと同じようなこと言ってね。キャラの書き分けできてないか、引き出し少なすぎてコピペしたってとこだな。威勢がいいな、気に入ったぜ。
さあ、勝負だ。ショータイムだ。ノアール、決めちゃってくれ。倒れろ。こいつ強いぞ。氷結で弱点をつくんだ。一掃する。倒れろ。体力が残り少ない。回復急いで。シルキー、ベイ、ジャックランタ、ピクシー、この手で行く。ペルソナー、これで。この力で一掃する。レバー状態の敵がいるぞ。チャンスだ。お届け、うん、やるな。こんなもんだよ。ほいぞ。こんな感じか。役に立つぞ。感謝します。サポートするよ。どうだ、お任せ。火炎効かないし、こいつ強敵だ。慎重に行け。たたたって、たた敵の攻撃が来る。みんな備えて。クライダー、ショータイムだ。ノアール、決めちゃってくれ。これはご褒美。気をつけろ。ガチだからね。シルキー、ベニス、シルキー、くらえ。ナイスジョーカー、弱点にヒット。さすがジョーカー。せい、せや、終わりだ。倒れろ。こいつ強いぞ。うまい。氷結で弱点をつくんだ。やっ、決める。一掃する。ジョーカー強敵を撃破。あ、新しい技を覚えちゃった。また一つ技を学んでしまった。よし、あとは塔を登るだけだ。一気に駆け上がるぞ。これもどうせインチキだろ。でもこの日付、怪心事件が起きるより前のような。じゃあ実力だったってこと。それはなさそうだけどな。パクリで賞取れるほど甘くないはず。とにかくこれで2つ目の証は手に入った。残るはあと1つか。探してないところといえば、入り口近くに別の扉があった。そこはどうだ。証ゲットしたから開くかもな。とりあえず戻ってみよう。頼む。OK。 夏目先生の世界で生きていきたいわ。
警戒されたな。もうちょっと慎重に動かないと。気力の消耗が激しいな。そろそろ引き上げないか。お、ここじゃね。閉まってたのが開いてんじゃん。されたな。もうちょっと慎重に動かないと。牢獄島が見えるわね。入り口は閉まってるみたいだけど。あれじゃ中に入れないな。本にヒントないか、フォックス。作中の勇者たちは透明な床を渡って侵入したとある。透明な床なんてどうやって探せばいいんだろう。目を凝らしてみるしかねえな。透明な床ってやつを探してみようぜ。狙いはつけた。あとは任せるぜ。よし、みんなで行くぞ。習得だ。これで勝つる。筆を洗うよりたやすい。じゃあこの調子で行こうぜ。うちらなら楽勝だね。それってチャンスだよね。これなら余裕だね。敵はまだ来る。気力の温存をおすすめする。見栄え状態の敵がいるぞ。チャンスだ。押しただけ。よっはっ、イエイ召喚。ショータイムだ。ノアール、決めちゃってくれ。ベイビーの体力。
強敵を華麗に撃破。ブイ、次行くよ。次書くか。仕事の時腕が鳴るぜ。一丁上がりっと。これ作るのか。完成だ。一丁上がりっと。ようこそいらっしゃいました。またお越しください。どうする。こんにちは、またおいで。ご用は何かしら。それでいいの。はい。あら、仕事の。役に立つ。どれにするんだ。誰のにするんだ。どれにするんだ。Ha ha ha.
作るか。なんか作んのか。腕が鳴るぜ。お、いいじゃん。すごいわね。ありがとう。任せた。行くね。余裕すぎだろ。次もが透明な床ってやつがないか集中して見てみてくれ、ジョーカー。ここ気にならないか。いけるぞ。正体を倒せば悪く思うな。お相手いただけますか。フィニッシュ。よし、うまくいった。記録、本気のノワールはちょっと怖い。よかった、誰もいない。チェックポイントだね。さてと。うお、マジで透明じゃんか。大丈夫？
落ちたりしないかしら。いや、いけそうだ。これ渡って牢獄島に突入するぞ。シャドウがいるわね。慎重に行きましょう。これが私の本気です。レッツショータイム。ジョーカー、やっちゃえ。遠慮しません。体力が残り少ない。回復急いで。もう怒ったから。敵はあと少しだ。畳みかける。大勝利、イエーイ。よし、次だ。シャドウ強そうじゃない。きっといいものだよね。見てた？
すごいな、パンサー。綺麗だったぞ。さすがに減ってきたな。一気にやっちまおうぜ。気になるものがねえか？ほっほっほっ、待っておったぞ、勇者たちよ。わしはプリンス・オブ・ナイトメアが四天王の一人、ベーテロじゃ。ゲゲ、今度はおじいちゃんか。なんかやりづらいね。ちょっと小突いたら倒れちゃいそう。わしを侮ると痛い目を見るぞい。わしは四天王最強。ここでお主らをほぐってくれよ。でもそうやってかかってくるなら容赦しません。おとなしく証を渡して。ほほほほほ、な、何？お嬢ちゃん、ナイスバーディーじゃの。眼福眼福。よし、しばこう。これが私の本気な力を貯めてるみたい。能力変化に気をつけて。いいぞ、もっとやれ。これが私の本気です。強敵だな。これが私の。気合い入れていけ。最大火力、ソフィーの体力注意してあげて。これが私の本気です。レッツショータイム。ソフィー出番だぞ。これが私の本気です。最大火力、これが私の本気です。これが私の本気です。敵の攻撃力が上がってる。的
シルキー、ベリス、ジャックランタ、ピクシー、バイコーン、アルセール、ハイピクシー、アークエンジ、シルキー、アークエンジェル、シルキー、ベリス、ジャックランタ、ピクシー、奪え、追撃するぞ。ジョーカーの追撃がヒット。フレバー状態の敵がいるぞ。チャンスだ、ぶっ叩け。ピクシー、食らえ。おお、ジョーカーかっこいい。すごいぞ、ジョーカー。かっこいい。ここで追撃よっ。えっ、いっぱい刺さってる。敵に投げたら効果的かも。感謝します。任せろ。役に立つぞ。ありがとう。ジョーカーが忘却状態。ペルソナが封じられてる。よっ、やっ、ここか。こいつ手の愛、気をつけろ。ジョーカー大丈夫か。いけるぞ。ショータイムだ。イエイ、ショータイムだ。行くぞ、フルパー。どうだ。すごいわ、ソフィー。感心しちゃった。まだソフィーが強敵を撃破。グッジョブだ。邪魔だぞ。私もここまでか。チェンジだな。うん、わかった。メイドの土産にいいものを見れたわい。勝手に土産にすんな。セクハラジジイは成敗した。あとは証を手に入れるだけだ。さあ、一気に登りましょう。よし、これで3つの証は揃ったな。最後は万年筆か。作家らしいといえばらしいが。これで魔王城の門が開くんだよな。あ、奴の小説によればな。いよいよ魔王城に突入だ。たく、苦労させやがって。待ってろよ、キザ野郎。ちょっと待って、突入前に一旦現実に戻らない？敵の本拠地に乗り込むなら万全の準備をしておきたいわ。賛成。さっきの敵なんか疲れた、いろんな意味で。パンさん、お疲れ様。ふう、ここは仕切り直すのもありか。どうする、ジョーカー。大仕事の前には休養と準備、これ怪盗の鉄則な。決まりね。それじゃあ帰還しましょう。四天王が敗れただと？は、怪盗団を名乗る新手の勇者たちに。怪盗団？あの世間を賑わした、まさか僕を、いや、我を改心させようというのか。この魔王を倒そうなど少子、他の勇者同様返り討ちにしてやるさ。ここは魔王が支配する完全な世界、誰にも侵させはしない。たとえどんな勇者が相手だろうと。こんにちは。
そちらの商品ですね。はい、また来てください。何にする？お目が高いね。はいよ、ありがとうさん。見てってくれよ。またよろしくな。書くか。いらっしゃいませ。おかえり。ご注文を。またいらっしゃい。はいはい。見てってくれよ。また来てくれ。いらっしゃいませ。またのおこ。ゆっくり見てっとくれ。おすすめだよ。はい、おすすめだよ。しっかりも。おすすめだよ。はい、おすすめだ。はい、おすすめだ。はい、おすすめだよ。はい、ありがとうね。ありがとうね。いらっしゃい。またのぞ。いらっしゃいませ。またの。いらっしゃいませ。人気の商品です。ありがとうございます。お買い上げですか。お買い上げですか。ありがとうございます。お買い上げですか。ありがとう。またお越しくだ。みんな疲れてるとこごめん。うんうん、大丈夫。お腹もいっぱいだしリフレッシュできたよ。それより気になる情報って？夏目について何か分かったのか？いや、夏目じゃなくてアリスについてだ。アリス？渋谷でアリスを改心させた後も情報を追ってたんだけど、アリスファンの中にまだおかしいままのやつがいるっぽい。どういうことだ？アリスが集めた願いは我が輩たちが解放したはず。ああ、あの時元のやつらに戻ってっただろ。そうなんだけど、アリスをちょっとでも批判すると過剰に反応してる奴らがいる。脅迫やら暴力事件まで起きてるっぽいし、ちょっと普通じゃない。アリスへの崇拝が解けていない。もしかしたら持ち主に返ってない願いがあるんじゃないか。戻ってない願いか。ジェイルのことは謎だらけだし、可能性がないとは言えないわね。渋谷ジェイルが消えていないことと、も何か関係があるのかしら。確かに気になる話だな。しかし
どうやって調べたものか。直接調べに行ったらどうだ。そうしたいのは山々だが、ここを放って戻るわけには。戻る必要はない。ここから渋谷のジェイルに入ればいい。え、どういうこと。渋谷を出てからずっと入れそうって感じはしてた。だからさっきキーワードを入れてみた。そしたら渋谷ジェイルに入れた。仙台ジェイルにはそんな感じはしないから。多分キングがいなくなったことが関係してる。裏口機能みたいなものかも。特定の場所じゃなくても入れるなんて。ジェイルとパレスはだいぶ違うのね。そもそも主が不在でも存在する異世界自体が初めてだ。パレスの知識を当てはめるのも限界があるのかもしれないな。つかすげえじゃん。それって渋谷にワープできるってことだろ。違う。現実の渋谷に出ることはできない。ジェイルに入れるってだけだ。戻ってくるのは入ったところだぞ。世の中そう都合よくはできていないということだな。でも十分だよ。調べてくれてありがとうソフィア。うん、すごく助かるよ。感謝された。引き続き頑張る。よし、じゃあこの後調べに渋谷ジェイルに行ってみないか。異存はないわ。それぞれ準備できたらアジトに集まりましょう。指示は任せていいかしら。さてと、つけておこう。仕事の時間だぜ。依頼はこんな感じだ。この依頼を受けるのか。オーケー、頑張ろうな。献立は味見なら任せろ。いいんじゃないか。完成だ。食欲をそそるな。いいんじゃないか。うんうんうん、ほう、いいな、うん、いい仕上がりだ。ようこそ、ベルベット合体を行うのですね。新たな力が得られるようです。ご覧になりますか。ご覧ください。これでよろしいですか。これでよろしいですか。それ以上のペルソナを宿すのは不可能です。登録するのですね。登録するのですか。現在の状態を上書きしました。ご覧ください。これでよろしいですか。それ以上のペルソナを宿すのは不可能です。新しい自分の目覚め、新たな力が得られるようです。継承するスキルを、
このペルソナでよろしい。では始めましょう。新たな力が得られるようです。新たな力が得られるようです。ご覧になりますか？ご覧ください。これでよろしいですか？ではお連れください。登録するのですね。ご覧ください。これでよろしいですか？それ以上のペルソナを宿すのは不可能です。これでよろしいですか？それ以上のペルソナを宿すのは不可能です。これでよろしいですか？それ以上のペルソナを宿すのは不可能です。登録するのですね。ご覧ください。これでよろしいですか？それ以上のペルソナを宿すのは、それ以上のペルソナを宿すのは不可能です。それ以上のペルソナを宿すのは不可能です。強化をご所望ですね。どの程度力を注ぎ込みますか？どの程度力を注ぎ込みますか？どの程度力を注ぎ込みますか？新しい自分の目覚めです。継承するスキル。このペルソでは始めましょう。新たな力が得られるようです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 。継承するスキル。強化をご所望ですね。ではご武運を。探してきた。今はこれを受けてるぞ。人暴れするとしますか。マジで？ということは
でも。シャドウの気配はないな。撃ち抜く。来い、アルセーヌ。もう来い、アルセーヌ。もう来い、ラミア、オルトロス。アークエンジェル、オルトロス。ペルソナ。もしかしてこいつは。ヒーハー、今だ。消えろ。はっ、チャンスだ。クラルゲス、氷漬けの刑だな。終わりだ。ふん、チャッ、チェイ、いただいていく。これにて、お仕事完了。チェ。どうやら。いや、何か落ちているな。今、ノルダルゲ。容赦しないかもね。シェ、よく人暴れだ。ユバン状態の敵がいるぞ。チャンスだ、もっただけ。チェ、余裕だな、香りかい。オーケー、引き際ってやつだな。の時間だぜ。探してきたぞ。今はこれを受けてるぞ。ねえ、なの？そう。
あ。でもよ。よ。わかった。そうだ、あのな、やったな。おい、行くぞ。お探しかしら。またいらして。見てってくれよ。それでいいのかい。マイドリー、それでいいのかい。ありがとうさん。ご覧ください。今後ともご見物だね。ねえねえ、興味深い。
ざました。ゆっくり見てっとくれ。それにするのかい？はい、それにするのか。それにするのかい？しっかり持つんだい。それにするの。はい、ありがとうね。おすすめ。はい、それにするの。それにするの。はい、ありがとうね。つけておこう。